どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボーホテルポイント購入最大35%増量キャンペーンと、またね、ヒルトンのポイント購入100%ボーナスポイントキャンペーンが来ておりますので、本日はね、この2つ解説で、ね、やっていきたいなと思います。 ということで、今回ね、マリオットボンボイホテルポイントを購入していただくと、増量してもらうキャンペーンと、ヒルトンのポイントね、購入すると、増量されるキャンペーンが来ておりまして、まぁ、あ、今回ですね、マリオットボンボイの方はですね、35%増量なんですよね。こちら今までね、キャンペーンもこう2、3年ずっと解説動画出させていただいておりますけれども、今までね、過去最高って60%増量キャンペーンだったので、まあ今回のマリオットボンボイポイント購入のキャンペーンはね、まあ、結構渋めっていう風になりますんで、まあ一応こんなキャンペーン キャンペーンやっているよ程度にね思っといていただいてまあ、こちらねおすすめできるっていうのは基本的にマリオットボンボンホテルポイントのねプログラムっていうのはポイントで5泊していただくと5泊目がねポイント無料になるっていう制度があるんですよねまあこれはヒルトンにもあるんですけども今ね為替のレートがね非常に良くないっていう風になりますのと今回のキャンペーンで、ね、ヒルトン私は100%来てるんですけどもヒルトンに関してもこれ多分ね人によって増量分ね違うと思いますのでまあ、基本的にはポイントを購入し してまあ5拍分使って5拍目無料ね利用していた方であればですね。こちらね、お勧めすることできるのではないのかな？なんていうふうに思いますので、まあ基本的にこちらを利用するかま、マリオットボンボンポイントの方はね。マイルに交換することができるっていうふうになりますので、まあマイルに交換してね。ビジネスクラスとかね。乗られる予定のある方はねいいのかな？なんていうふうに思いますので、気になる方は是非ね。最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらまずね、マリオットボンボイホテルポイントの公式サイトっていう風になっておりまして、 ポイントを増やして気ままの旅を楽しみましょうということで、今回ね35、35%増量のキャンペーンが来ております。で、下の方にね、規約が書いてあるんですけども、ちょっとね、読みづらいので、私の方でね、要約させていただきました。それがね、こちらになりまして、マリオットモンモンポイント購入最大35%増量キャンペーンですね。ポイントを増やして気ままの旅を楽しみましょうということで、購入期間ですね、2024年4月の1日、12時59分までこちらのキャンペーンやっております。で、今回の特典が35% 増量で、が2000ポイント以上購入してていいただくとこの35%はね増量されるっていう風になりますでまたね、今回の購入の上限なんですけども、マリオットボムポイントはね、上限10万ポイントもね、今回購入することができて、他にもね、一応公式サイトにはですね、予約人ね、さらに10万ポイント上限でね、購入することができるっていう風に書いておりますんで、そちらね、増量されないと思うんですけども、そのね、予約画面でもね、購入することができるみたいですね。ちょっとそちら私はね、購入 入したことがないんですけどもまあ、そういった形になっておりますで今回の上限は10万ポイントでポイント付与は購入後72時間以内にですねアカウントに付与されるっていう風に なります。で、今回ね、35%増量ということで、先ほども言ってる通りですね、かなり渋め。今までね、最大60%までありましたので、基本的にね、まあ、購入はね、あの、お勧めすることができないっていうふうになります。まあ、こういった形になっておりまして、私の方でね、1ポイントの単価を出させていただきました。こちらマリオットになるわけなんですけども、1ポイントね、今回の35%増量を入れて、1.42っていうふうになりますんで、 かなり高いですよね。先ほど為替レートね、調べさせていただきましたけども、今150.47円とかなんで、為替レートも良くないっていう風になりますんで、やはりね、かなり高いですよね。上限いっぱいまで買うとね、18万とかしちゃいますんで、やばいですよね。で、またね、これに、あの、外貨決済手数料がね、これに上乗せされるっていう風になりますんで、まあ、プラス2%ぐらいね、上乗せされた金額で、まあ、購入することができるっていう風になります。まあ、外貨の決済っていう風になりますんで、レボリュートとか、 でねねあのの決済済してていただければその分は、ね、らなくて済むと思うんですけども一応で、ね、でこういった形になりますですので、1ポイントね、1.42円以上でね、使う時にね、利用することができれば、まあお得にね、利用することができるっていうふうになるわけなんですけども、まあなかなかね、あの1.42まで行くのはね、あの、国内では厳しいかなっていうところですかね。まあ日本国内もね、価格上がってるんでね、まあいけるかもしれないですけど、まあひとまずね、え結構ね、1ポイントの単価高いっていうふうになりますんでね、 この点注意してください。で、一応4万5千ポイントで計算入れさせていただきましたけども、マリオットボムポイントはね、6万ポイントで交換していただくと、基本2万5千マイルに交換することができますので、まあ、それもね、8万5千払って、2万5千マイルっていうふうになりますんで、これも結構渋めですよね。まあ、ユナイテッド航空とかだとね、これで3万マイルになりますけども、まあ、それでも8万4千かかってくるっていうふうになりますんでね。結構 高いですよね、まあ、こういった形になっておりますのでもしね購入検討されている方は是非ね参考にしていただければなと思います。 それでは次にヒルトンホテルの方ですね。こちらは、えー、私はね、あの、今日はラッキー。購入すると100%分のポイントを加算ということで、なんかね、ミステリーボーナスみたいな感じでね、案内来てる方多かったと思うんですけれども、100%来てる方、また80%、90%の方もね、いらっしゃると思います。で、ヒルトンの方はですね、期間が2020年3月13日13時59分までやっております。で、今回の特典ですね、購入していただくと100%増量でね、 ポイントがもらえますで条件が6,000ポイント以上購入していただくとこのね100%がつくっていう風になりますので基本的に6,000ポイント以上ね購入していただくのが おすすめです。で、上限ですね。16万ポイントまで購入することができて、まあ、上限もいっぱいまで買っていただくと、100%つきますんで、32万ポイント獲得することができます。で、ポイント付与は、48時間以内にね、アカウントに付与されるっていうふうになりまして、このね、ヒルトンのポイント購入キャンペーンも、マリオットの購入キャンペーンもね、基本的にアカウントを作ってすぐね、あの、購入することできませんので、まあ、基本的にね、今度買おうかな、みたいな感じで思っている方は、ヒルトンのアカウント、マリオットのアカウントは 事前に作成ししてておおおくことをねおす,すめしておりますヒルトンポイントのね1ポイントの単価なんですけども、えー、こういった形になっておりまして、えー、1ポイントね0.74円これ100%のボーナスを入れてねこの価格っていうふうになりますんで、まあ、ヒルトンホテルポイントはね基本的にヒルトンのホテルの宿泊にね使うのがメインになるっていうふうになりますんでやはりこちらもですね5泊分で5泊目無料ね利用していただければ、まあ、結構お得に利用することができるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、1ポイント 0.74円なんでねヒルトンのポイントは基本的に0.3円から0.5円ぐらい。 で、使える。まあ、1ポイント1円以上で使えれば、まあ、かなりいいっていう風になりますんで、結構ね、厳しめですよね。で、このね、6万ポイント、12万ポイントのところにね、赤線引かせていただきましたけども、まあ、日本国内のね、ホテルであれば、だいたいね、11万ポイントあればね、一泊することができますんで、まあ、16京都とかね、8万9409円。まあ、これに、外貨決済手数料はヒルトの方がこちらかかんないんで、そのまま決済できると思うんですけども、まあ、6京都ね、8万9000円で宿泊することができるっていう いうふうになりますんで、6強とね、現金決済がかなり高いんで、まあ、ああいうところでね、利用する予定があって、ポイント購入した方が安いっていう方であればね、まあ、こういったのでね、購入していただくのも、まあ、悪くはないのかなっていうところですかね。まあ、あの、5泊目無料でね、利用していただければ、まあ、基本的にね、あの、お得にはなるかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、ヒルトンホテルとね、0.74円チポイントの単価ね、かなり上がってきておりますよね。でも、ヒルトンのポイントの方はですね、 購入価格、日本円でね、ヒルトンの方は出るようになったんですけども、まあ、前回と変わっておりませんので、まあおそらく今回ね、もうちょっと安いレートで換算されてるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ前回ね、141円とかって、その時とね、値段変わんなかったんで、まああの独自レートをね、ヒルトンはあの適用させて日本円で決済させてるようにしてるんで、まあここはちょっとね、 お得にはなってるかななんていうふうに思うんですけども、まあこういった形になってるんですよね。で、5泊目無料でね、使うとどんな感じで利用できるのかっていう話なんですけども、こちらね、私の大好きなヒルトンハワイアンビレッジなんですけども、まあこういったところでね、5泊分していただくと、5泊目がね、ポイントで全部予約していただくので、ね、5泊目無料がね、利用することができるっていう風になりますんで、それがね、7万ポイントですんで、本当は7万、 で、えー、5泊だと35万ポイント必要なんですけれども、まあ、5泊目無料特典がついて28万ポイント。まあ、それをね、購入しようとすると、28万ポイントね、14万ポイント100%ついて28万ポイントして、ね、それが20万と8621円っていうふうになりますんで、まあ、これで購入していただくと、まあ、普通にね、決済するとこういった形になりますんで、まあ、それよりね、8万円ぐらいお得に利用することができるっていう感じですね。まあ、こういった感じでね、利用していただければね、かなりお得 特に利用することができるのではないかと思うんですけどもまあこれでもねあの20万21万ぐらい払ってますんでね高いのは高いですよね最近ね私の動画で結構言っておりますけれどもハワイにねあの上から2番目のねハイブランドである lxr がですね旧トランプホテルがね lxr になってもうね予約利用することができるようになりましたので そこでね、利用していただいても、大体ね、ちょっと計算したんですけども、8万円ぐらいね、安く宿泊することができるっていうふうになりますんで、まあ、あそこはね、一泊10万ポイントなんで、5泊しようとすると、50万ポイント必要なんですけれども、まあ、5泊目が無料になって40万ポイントで、クセね、購入したやつと32万ポイント。まあ、ご夫婦とかであればね、アカウント分けてね、購入していただければ、もう8万ポイントね、足していただければ、まあ、40万ポイント宿泊ね、5泊できるかなっていうところで、大体29万円、まあ、30万円いかないぐらいで、 ね、あの購入することができるっていう感じですね、まあ、これでもねあの現金で宿泊するよりですね現金で宿泊すると四、ね、3474ドルこの5泊でね計算すると、まあ、こういった価格になるわけなんですけども、まあ、それがね30万ぐらいでね宿泊することができるっていうふうになりますんで、まあ、こういった感じで利用していただくのがねおすすめっていうふうに なりますかね。まあ、いずれにしてもね、個人的にはね、このポイント購入のキャンペーンっていうのはね、あんまりおす、あの、購入すること自体はね、あの、おすすめしておりませんので、まあ、基本的にね、決済集めて、利用していただくのはね、おすすめですかね。やっぱりこう買うとね、高いんでね。このね、マリオットのポイント、ヒルトンのポイントね、最近ね、ずっとなくなってたと思うんですけども、マリオット、えー、またね、ヒルトン、トップキャッシュバックにね、あの、ポイント購入時の え、こちらアメリカのポイントサイトなんですけども、これね、あの復活しておりますんで、もしね、購入される方は2.52%で、ね、キャッシュバック取れるっていう風になりますんで、ぜひね、こちら概要欄に載せておきますんでね、ぜひ経由して購入してください。これね、あの、ここにね、普通にマリオットとかね、ヒルトンってアルファベットで打つと、 これね、ポイント .com キャッシュバックオファー出てくるっていうふうになりますんで、これ経由していただくと2.52%ね、キャッシュバック取れるっていうふうになりますんで、まあ、ポイント購入ね、高いんでね、できるだけお得にね、購入していただければなぁと思いますので、これね、引き出しはペイパルでね、あの、口座に、銀行口座に振り込むこともできますし、ペイパルって今海外でね、あの、いろんなで使えますんで、まあ、アメリカ入国ネッスタとかもね、このペイパルで払えたりしますんで、まあ、そういうのにね、今後使っていただければ、かなりね、お得に利用することができる っていうふうになりますんで、もしね、購入される方はトップキャッシュバックね、確実に経由ね、していただければなと思います。これね、キャッシュバックね、あの、クリックしていただくと、普通にね、あの、マリオットだったらマリオットのポイント購入画面、ヒルトンだったらヒルトンのね、ポイント購入画面にね、移行するっていうふうになりますんで、本当に経由するだけなんでね、ぜひこちらは忘れずに利用ね、していただければなと思います。 はい。ということで、今回ですね、マリオットボンベホテルポイント購入最大35%増量キャンペーンと、ヒルトンポイント購入最大100%ボーナスポイントキャンペーンね、解説させていただきましたけども、いやー、ちょっとね、マリオットのね、ポイント購入のキャンペーンね、前回もそんなに高くなかったと思うんですけども、今回35ですからね、もう50とか55とか来ないんですかね。まあ、50とか55とか来てたのは、確かコロナ禍だった。 た、と思うんですよね。ですので、まあ、今後はこうなってしまうんですかね。確か60はね、コロナ禍じゃなくてね、あの、まだね、あの、マリオットポイントって前、スターポイントっていう名前だったんですよね、SPG で。だその時だったと思いますので、まあ、もう60は多分来ないと思うんですけども、ま、あでも50ぐらいね、ちょっと来てほしいですよね。ヒルトンずっと100%でね、結構来てるんで、もうちょっとね、 あの、マリオットポイントね、購入するのもね、まあ、マリオにね、交換できてしまうんでね、それも、あの、入れての、 そうなってるんだと思うんですけども、35はね、ちょっと渋いですよね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントセイト診断ね、こちらから無料で利用することできますんでね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。